皆さんこんにちは。甲賀市議会議員の糸目正樹でございます。気まぐれな今日の一言でございます。と言っても3連発続いたかな。案外編集とかしなかったら割と簡単に動画撮れますので、最近はちょっと手軽にできてるのかな、更新頻度もたくさんできてるかなっていうふうに感じています。いかがでしょうか。気まぐれな今日の一言です。今日もノーカットで、お話ししたいと思いますけれども、今日はですね、午後から雨だというふうな予報が出ておりましたので、午前中、市内、チラシのポスティングをさせていただいておりました。ですね、ある方に出会いました。その方はですね、京都府宇治市の、ご出身の方ですが、私のチラシを見てですね、あ、糸目さん、宇治市のお育ちですかというふうにお声掛けをいただきました。そうなんですね。私、この甲賀市で生まれ育ったわけではございません。27歳の時に、当時、京セラに就職をしまして、妖怪地工場に配属になりましたので、そのご縁で滋賀県にやってまいりまして、で、平成17年に、妖怪地の方に移転してきたんですけども、1年が経過した平成18年に、この甲賀市に移り住んできて以来、16年ですね、住まわせていただいております。なので私は合併前の甲賀市知らないんです。旧五町の時代を知らないんです。実はだからやっぱ初めて見た状態が、基準になってくるので、甲賀市というのは信楽の多良尾浅宮から、土山の大河原だとか、愛賀とか、そういったところまで、すべて、甲賀市、同じ市内だという感覚で、見させていただくところからスタートしています。だから、政治の世界入った時にですね、旧朝意識というものに、直面をして、実はかなりびっくりをしました。で、例えば、信楽に行くと、お前は地元の人間ちゃうやろと言われるんですけど、あ、そっかーと思って。ある方からは、お前は江南の糸目や。って言われた時に、あ、そっか、江南以外のこと考えちゃいかんのかと、そんなことで、すごくこう壁にぶち当たることが多々ありました。でですね、ということで、その歴史、この甲賀市の歴史について、知ることは、歴史というのはこの100年とかの歴史ですけどもね、っていうのは、やっぱり知らないことが多いので、今勉強中というところで、いろんな諸先輩から新しい話があるたんびに記憶に留めて、積み上げてっていうような、そんな状態でございます。はい。で、それはやっぱりね、なかなかよそから来た私のような身ではやっぱり蓄積が足りないなということを日々感じており、その穴を少しでも埋めていこうと日々努力をしております。だけどですね、一方でね、よそから来たやつに、その甲賀市のことなんかわかんのかとか、そういった、目を向けられることは、多々あるんですけども、外から来たからこそ、わかる価値というものも、私はあると思ってます。たくさんあるんで、すべてお話しすることはできないと思う、できないんですけども、例えばですね、去年、おととしだったかな。忍者映画を作ろうといって、大阪の方と連携をさせていただいて、協力をさせていただいてですね、忍者の映画をこの甲賀市で作ろうといったようなお話ありました。で、これはね、やっぱりね、甲賀市の市内に住んでる方で参加された方結構少ないんですね。やっぱりこのなんていうんですかね、甲賀忍者の、甲賀武士の映画を作るということもさることながら、このロケにすごく適したこの甲賀市というのがすごく魅力的なんですが、やはり日常茶飯事でこれを見てる方々、方からするとね、あんまりこうよく映ってないんですよね。すごく貴重で美しい風景も当たり前に見えちゃってる、そんなところがあってですね、よそから来た人間だからこそ、その当たり前に思われていることに価値があると
いうことに気づける。まあ、そんなところは、私はやっぱりあるというふうに感じてます。だから、温故知新というわけじゃないんですけれども、やはり、この甲賀市で代々皆さんが気づいて、皆様が気づいてこられた、この風土、歴史、伝統というものを学びつつですね、やっぱり新しい視点で、この甲賀市を見つめ直していく。それは、私は非常にフレッシュな目を持たせていただいているのかなということは、感じさせていただいてます。またですね、よそから入ってきている方も結構やっぱ多いんですね。甲賀市やっぱポスティングとか出かけた時に思うんですが、その水口の中心街だけじゃなくて、割と在所の方にも結構よそから来られた方がいらっしゃる。でそういう方々が抱えておられる問題というのも、当然その方々にしか分からない問題点というのもあるんですね。詳しくはちょっと申しませんが、そういった問題にやっぱり気づいていける、共感していける、それを何とかしようと考えられるのは、やっぱり同じ立場のよそから来た人間という、ことしかないのかなというふうに思っております。で、まあ、議会というのはね、いろんな立場の方々が集まって、で、合議制で物事を決めていくというところですので、私もそのある意味一つの、まあ、その一翼を、担えているのかな、その一部を照らせているのかなというふうな、そんな立ち位置を感じております。ぜひですね、甲賀市内でよそから来られた方々、まあ、いろんなお悩みもあろうかと思いますし、なかなか政治の世界っていうのがこう、つながりにくいっていう敷居はあるのかもしれませんけども、同じ立場の方々、私だから分かり合えることというのも当然あるかと思いますので、なんかお悩みのことがあったら、ぜひお声掛けいただければありがたいなと思います。あんまり長く喋りすぎないようにしたいなと思いますので、今日はこの辺までしたいと思います。それでは、今日はちょっと天気が悪いですけども、皆さん良い日曜日をお過ごしください。では、さようなら。